こんにちは、上村聡太です。今日の動画は皆さんからリクエストをいただいたナイトルーティーンを皆さんにお見せしたいと思いますので、いつも僕が過ごしている夜の過ごし方です。動画最後まで見ていただけたら嬉しいです。ってことで、行ってみよう！レッツー、カマキリ！ここからアフレコでお送りいたします。夜ご飯は鍋なので鍋の材料を買いにスーパーへ行きます。朝に飲む用の野菜ジュースと朝ごはん用の食パンを買いました。お買い物が終わったら続いてはコンビニへ向かいます。このビタミンゼリーめっちゃいいですよ。ってことでお買い物終了いたしました。プチッと鍋、1プチッと1人前って言いますけど、僕は2プチッと1人前と思っております。今日は担々鍋の気分だったので担々鍋にしました。水は少し多めで入れております。白菜バーン、ニラバーン、揚げさんバーンで、いろいろ入れたらもう完成してた。オープン。わあ。いただきまーす。絶対うまいやん。これやばくね？いただきまーす。あっつ。熱い。揚げさんから。鍋ってめちゃめちゃコスパいいと思いませんか？安くつくし、体に悪くもないし。うまっ。ああ。うん。次。豚さんいただきます。あっつ、あっつ、マジで。お店で食べてるぐらいに美味しい。うまっ。キャベツと白菜。これもね、担々鍋のスープはもう染み込んで染み込んで美味しい。僕鍋にウインナー入れる派なんすよね。めっちゃ美味しい。ほんで締めはラーメンやな。グッドラック。オープン。いただきます。熱っ。美味しい。やっぱラーメンっすよね。ごちそうさまです。マジで美味しかった。次はお風呂でも入ろうかな。お風呂入ってきます。お風呂入ってきます。今はパックをして湯船を使っている様子です。ほんで今サムネイル撮影中なんですけど、やっぱ濡れ髪って漏れるよね。お風呂上がりはスキンケアをしていきます。本当に最近やばくないですか、乾燥。そしてオージュアのヘアオイルをつけてドライヤーで乾かします。ダイソンのドライヤーマジで最強やね。女性にはマジでおすすめ。乾かし終わりました。ということでグッドラック、グッドラック。続いてはアロエヨーグルトを食べていきたいと思います。グッドラック、グッドラック。そんなこんなでこんな時間になっちゃいました。あ、むいくんがなんか言ってる。なんだっけあれ、なんだっけあれ。続いてゲームのお時間やな。荒野行動やっていくで。荒野行動は初期からやっててやっぱ飽きないもんやな。あ
のせいだね。ごめん。はい、続いてビタミンゼリーとビタミンのジュース飲んでいきます。このゼリーめっちゃええやつやで、よかったらみんなも飲んでみて。グッドラック、グッドラック。ビタミンのジュースも飲んでいくで。グッドラック、グッドラック。続いて歯磨いていくんですけど、この小指立ててんのわざとです、ごめんなさい。はい、ってことでいかがだったでしょうか、僕のナイトルーティンは。あ、なるほどね。じゃあ終わります。ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。ありがとうございました。じゃあおやすみなさい。最後までご視聴ありがとうございました。またね。おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございました。